チャオ、マヒロです。トゥーダーク、続きからやっていこうと思います。で、次はスカーレットタワーに向かうところだね。はい、ピエロの顔怖すぎる。He built this concrete eyesore right in the middle of town to celebrate the birth of his daughter. You gotta be real rich to come up with an idea like that. Honestly, I never thought I'd wind up here. This town, rotten to the bone. Even the big shots are up to their neck and shit. Now, how do I get into this fortress?グルーミーウッドの支配者、子スカーレット G。 何でも娘の誕生を祝うため町のど真ん中にこの目障りな高層ビルを建てたとか。そんな崇高に及ぶのはよほどの金持ちだけだ。正直俺には一生縁がない場所だと思ってた。この町は骨まで腐ってやがる。権力者たちも悪の沼にズブズブってわけさ。さて、どうやってこの要塞に潜り込もう。ということで、グリムパークアベニュー1540。はい、とりあえずライターをつけてみようか。子供たちを救出しろ。また子供たちいるんだよな。求むキッチンおよび共用部の清掃員、現行の衛生保安規定の遵守が必須。非常勤。詳細はフロントデスクか電話にて。連絡先シャンタルデジュユ。はいはい、ヘルプワンテッド。求人広告を見つけた。サーカスにあったのと同じ箱か。持ってきてないのか。バール、なんかいるけど、なんかいるけど、あー、美味しいコーヒー。これ見つかったらダメ。おはようございます。申し訳ありませんが、部外者の方は入れません。はい、入れない。今一般公開していないんです。ん？ふむ、防犯カメラがあの人形を映している。なぜだ。お願いします、警備を呼びますよ。どうすりゃいいんだこれ。防犯カメラ、カメラに映ったはず。人形を戻そう。はい、戻して、戻して。あ、ここ、防犯カメラが人形を映している。なぜだ。なになになに、どうすればいいのこの人形。やめろー。うわ、助けて。なに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 。子供たちを救出しろ。どうすればいいの。入っちゃっていいの。あんまり殺したりするのも良くないらしいからね。行っちゃっていいっぽいな。ここは入ってはいけない場所だ。用心しよう。 G フロア。力づく。これでいいのか。あー、人がいるぞ。見つかったらやっぱやばいよね。人形たくそみてえな仕事だぜ。一日中皿を洗ってゴミを出してトイレ詰まりを直してあのぐうたら女にケーキを運ばなきゃならねえ。キャンディー、電池、フューズボックス。こっちに来るんじゃない。やだ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 。ちょっと待って待って待って待った。行って。グルーミーリッチウォリアーズの我が晴れ渡る幸せな街。行って行って。多分、あー、やばいやばいやばい。でも別に攻撃はしてこないぞ。攻撃してこないんだったら撃っていいかな。はい、ネズミ。よし、銃は外しとこう。
すごい想像力とインスピレーション。あ、こっち来るぞ。わかんない。何すりゃいいんだ。ライター、違う。はい、タバコ。あタバコ吸うか。こうね。コッフィー、このファンタスティックなケーキを運んでくれるか。人形を戻そうって意味が分かんないんだよね。どういうこと？どうやって戻すの？戻せないんだよね。わからん。警報が鳴った。全体が警戒態勢に。そう、よくわかんないんだよな。あ、攻撃してくる。どうしよう。どうしようか。あ、やばいやばい。ちょっとちょっとどけて。あー、ちょっと待って。なになに、この人形どうすればいいの？戻すこともできないんだけど。人形は取らないようにすれば映らないってこと？防犯カメラがあの人形を映している。なぜだ。なんでだろう。わかんないな。ここら辺にアイテムはない。なんかある。我が素晴らしき友人たち、まあ、特に攻撃してくるわけじゃないな。こいつらも攻撃はしてこないのか。一般人は入るな。バルトロメオ様の厨房から出ていけ。まあ別にだね。んって言ってるけど。石油缶、ケーキ持ったが、キャンディー持ったが。ケーキをぶっ潰した。なんかよくわからん。あ、人形取ったぞ。また。おい、ケーキはどうしたって言ってる。ぶっ潰した。あ、また作ってる。わからんなあ。作りかけのケーキが残りのシェフ、残りをシェフに任せるか。あるいは何何、至急エレベーターに特大ケーキを置いた。まあとりあえずこれでいいのかな。他はライター使って、なんかあるわけじゃなさそう。違うところに行きゃいいのかな。あとはこっち。あ、銃持ってる。人生とは非常なものだ。あー、怖い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 。大丈夫？あー、こっち来てる、こっち来てる、こっち来てるって。行って。いや、マジでわからんな。とりあえずこの人形は取っちゃダメっぽいね。だけどここら辺に人形あったでしょ。あれ、なかった。あれ、なんもない。さっきあったと思ったんだけどな。ケーキをここに。ケーキをぶっ潰したって何。あ、至急エレベーターを5回送った。さっきできなかったね。できなかったというか忘れてたのかな。ケーキ作りにはもってこいの場所だ。オイル缶、
あとは何もない。あの人形は取っちゃダメ。ここら辺にあった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 。あ、包丁もあったけど他には何もない。なんだこれ、エレベーター使ったらまずいでしょう。これこっち行っていいのかな。人生とは非常なものだ。こっち南京城で鍵がしてある。明日の訓練は休みじゃ。ホアビンじゃが安心せ、いずれ教えよう。怖い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 。あ、はい、そうでした。無論忘れておりません。なんだなんだ、こいつは絶対やべえぞ。隠れたら大丈夫かな。これがプロの態度かね。起きたまえ、朝だぞ。こっち来る？いや、来ないね。ゆっくり行けば大丈夫か。そっち左側に入ってったけど、元へ戻らぬことを考えても無理だ。過去は変えられない。ブリーフケース。我が友ベンジャミン、一体何の話をしている。もはや紐靴さえ結べんくせに、脅しても無駄だベンジャミン。話の続きでも読んでろ。もうね、何言ってるか全然わかんないんだよね。生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。私は狂人かもしれんが、アルバート、お前は盗っ人だ。こっちなんだろう。このドアの鍵を持っていない。彼女は何もわかっていない。わずか10年で資産の大半を売ってしまった。エリックが築いた栄光のすべてを。これちゃんと読んだ方がいいのかな。我らにつきまとう愛は時に深い痛みとなり、それでも愛ゆえにその痛みを受け入れる。ああ、エリック様がまだご健在なら。何言ってんの。いつもシェイクスピアを、シェイクスピアを、なんて書いてんの。哀れなやつだ。やりたい放題のデブを見てたらおかしくなったか。きっとそうだな。ははは。お前は私の大切な人形を盗んだ。だが全部書き留めてある。それに証拠も。この家はどっちの家なの。こいつにサインが必要だが、あの女は愚かな上に石頭だからな。何か手を考えないと。あ、話終わった。話終わった。ちょっと待て待て待て、逃げる逃げる逃げる。ちょ、ゆっくりゆっくり逃げる、ゆっくり逃げる、ゆっくり逃げる。あー、間に合うかな。あ、やばいやばいやばいですね。全く何と言わせるのか。勤務中に眠りはまずいぞ。今度はなんだ。あ、そうか、時間か。シルビアさんと話そう。こんな風に心の死とやらへの投資は続けられん。もうちょいお金を管理しないと。大丈夫だった。大丈夫だったらしいね。じゃあタバコ吸っとこう。あー、怖かった。で、あのジージーみたいなのがこっち来る。どんな奴隷も束縛の枷を破壊する力を持っているもん。さあ目を覚ませ。たく、シェイクスピアはもう十分だっての。一日中だとちょいと疲れる。それに夢から覚めちまうし。トイレ行った。トイレから出てこないか。いや、出てこないかな。大丈夫かな。とりあえずこっちの部屋に潜入してみて。ウイスキーのボトル。うおー、なんだこれ。絵画。跡取り娘を芸術的に描いたもの。芸術。やばいなこれな。あー、やばい、戻ってきた。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。バレてない。
カーレットさんは真の芸術家だが、未だ日の目は当たらぬ。ちょっと、あー、お前は誰だ。あ、バレた。いやでも大丈夫っぽいな。現実の恐怖など空想の恐怖に比べたら無に等しい。我が最愛の人形が、はあ、だが彼女は戻ってきた。何言ってんだこいつ本当に。またトイレ行く？いや行かないな。現実の恐怖、ああまだ喋ってんな。ちょっと待って、この下の方にも行きたいんだけど、動いてくんないかな。こっち側行ってみようか。スタッフオンリー、なんかいじれる。防犯カメラをオフにした。お、いいね。それぐらいかな。あ、やばいぞ。さあさあ起きたまえ、勤務中は気を抜かずだな。執事どこ行く？こっちに来ないでくれよ。あ、トイレかな。よし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 。寝てるから静かにね、静かに。